よいよ今日からセパ交流戦がスタートします。 ZOZO マリンスタジアムです。セパ交流戦、千葉ロッテマリーンズ対阪神タイガースの1回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、リーグが違うということでお互い何か意識することはあるんでしょうか。まあ、そうですね、知らないところも多々出てくると思いますから、いろんな部分で手探りで始まるような感じはありますよね。序盤は探り探りの展開になるかもしれませんね。まずはマリーンズの先発佐々木が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。さあ、今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは注目のルーキー松永。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー佐々木、そしてキャッチャーは田村。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。変化球タイミング合いません。外、わずかに外れた、ファウルになります。引っ張った、井上、一塁そのまま入ってアウト。バッターは DH バース。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。次が2球目、引っ張った、高いバウンド取りました。一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2回になります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターは石峰。さて、今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるか。初球打ち、これはどうか。佐々木、アウト、ワンアウト。バッターは注目のルーキーオマリー。まずはワンアウトを取っています。アウトコース見送っています。ファウルになります。次が3球目、素晴らしいコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、バッターはアリアス。ツーアウトランナーありません。初球ボール。改めてお聞きします、バッターボックスのアリアス、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、引っ張らせると怖いバッターですね。私なら外中心で攻めますね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました、ファールグラウンドへのフライです。掴んでスリーアウト。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね、この後のピッチングに期待しましょう。アウトコース打ちました、この打球はフライになっています。取ってワンアウトです。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打ちました、ボテボテ、ショート前に来る前に来る、取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは注目のルーキー和田。ツーアウトランナーありません。打ちました、ピッチャーゴロ、取った、判定はアウト、スリーアウトチェンジです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対
さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ボールになります。ボール先行です。打ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。いい球でしたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ツーボールツーストライクです。引っ張った。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあマリーンズ得点圏にランナーを背負った場面です。リードした状況でこういった要所を占めるのは大事ですからね。うん、そうですよね。まあ、引っ張った。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。1点返しました。タイガース、見事なタイムリーヒット。3対1、マリーンズなおもピンチです。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て点差が縮まります。まあそうですね、次打たれたら流れ的には完全にあっちになりますからね。これで2点差となりました。ここで攻撃の流れを止めないといけませんよね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、丁寧にいった方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。バースバッターボックスです。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。なるほど、そうですか。鋭い球、わずかに外れています。打ち上げました。高く上がった。この打球はフライになっています。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。いい形でアウトが取れましたね。まあただ次のバッターが彼なんでね、この打席は要注意でしょうね。その警戒すべき石峰打席に入っています。変化球打った。ショートが抑えた。一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。いい組み立てだったと思いますね。まあただね、勝負強いバッターを迎えてますから、ここは気合を入れる。右方向、さあ面白い当たりになっている。掴んでスリーアウト。反撃はここまで。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんなんですか。いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。外れていきます。まあここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。なるほど、さあ引っ張った。この当たりはどうか。外野ヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には新庄入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういった要所を締めていくことが勝利に結びつきますから、しっかりと抑えたいですね。ファウルボール。打ち上げた。レフトの前に落ちた。ホームへ、レフト前ヒット。これで4試合連続安打。ここは確実にアウトが欲しいですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから、配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべき軌道、打席に打ち上げました。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンドがマスを蹴った。サードランナーホームイン。タイガース1点返しました。3対2になりました。マリーンズさらに3塁1塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て点差が縮まります。まあそうですね、次打たれたら流れ的には完全にあっちになりますからね。これで1点差に変わっています。バッターボックスは9番和田。マリーンズこの回1点を返されています。さあリードを1点まで迫られ、なおも得点圏に同点のランナーを背負った場面。さあこの打線の流れをそろそろ止めておきたいところ。しっかり捉えた。レフト線深いところ、フェアになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。
タイガース同点、3対3。マリーンズさらに三塁二塁のピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました。同点です。追いつかれてしまいましたね。さあこの場面でバッターボックスには1番の真由美入っています。初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。なるほど。これは変化球、できれば三振を取りたいですね。ここはそう、打った、高いバウンド、ショート取った、一塁アウト、ランナー三塁二塁はそのままです。バッターボックス松永、マリーンズこの回2点を失っています。さあ試合を振り出しに戻され、なおも一打勝ち越しという局面。2球目は何で来るか、打ち上げた、このフライはヒットになりそうだ、落ちた、ヒットになる、中継にボールが送られる、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース勝ち越しました。4対3、マリーンズさらに二塁一塁のピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。さあそしてバッターボックスにはバース入っています。さあピンチは続いています。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね、はい、ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。センターへ、ここは打ち上げています。取って、セカンドランナースタート、三塁タッチはセーフ、ダブルプレーはなりません。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね。一塁はセーフ、甘いコースでしたが見送っています。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました、ファウルボールです。ツーストライクです。体に近いところ、これが5球目。打った、高いバウンドになった、ショートが抑えた、一塁へ、サードランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。5対3、マリーンズなおも二塁一塁のピンチ。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターボックスは5番オマリー。マリーンズこの回4点を失っています。さあ逆転を許し、なおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。ライトへ、この打球は落ちるか、どうだ、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。5対3、タイガースが逆転しました。これから6回タイガースの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。背番号20、東條がマウンド上に上がる。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですか。切れていきます、ファウル。まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど、さあキャッチャーどこに、インコース詰まりました、ミキが抑えています。ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなってきたということで、内野陣、外野陣、そしてバッターボックスのバッターも下げて、今両軍ベンチに下がっていきます。今状況を審判団が判断しています。雨が強くなってきたということで一回試合を止めます。少し雨が弱まってきたように見えます。さあ審判団が出てきて試合再開です。さあバッターは新庄、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。引っ張った、サード取った、アウト、ツーアウト。バッターボックス木戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやー、さっきはやられてしまいましたよね。はい、今度は抑えないといけませんよね。そうですね。ツーアウト、ランナーありません。今のはちょっとヒヤッとしましたね。はい、そうですね、ボールになります。低めは外れました。
った。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。三塁線落ちてフェア。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには9番和田。先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。いや痛かったですね。はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。打ちました。ボテボテ。セカンド取った。これが今シーズン50本目のヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。また初球、一塁アウト。これでスリーアウト。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。5対3。タイガー今画面に出ているのが先ほどの配球です。最初は変化球できました。ボールになります。入れました。ファールボール。ここもファールです。いや今のボール危なかったですよ。そうですね。ボールになります。これもファウル。スライダーにはタイミング合ってないようですね。低め外れました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。打った。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン30本目のツーベースヒットということになりました。さあマリーンズ得点圏にランナーを背負った場面です。この回で追加点を取られると難しくなってきますんで、この場面のピッチングは大事ですね。なるほど、そうですね。まあただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから簡単に打ち上げた。高い打球になった。抑えてワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあただ次のバッターが彼なんでね、この打席は要注意でしょう。初球打ち、ここはフライになっています。レフトフライ掴んでアウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。これから8回、バッターボックスオマリー。今日はまだ当たりがありません。マリーンズビハインドで迎える8回です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。6番バッターアリアス。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナー初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー3塁2塁。さあそして打席には新庄入ります。さあランナーを得点圏に背負っています。ここで離されると難しくなってきますから、中期のピッチングで切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。ストレート打っていった。打球は切れてスタンドへ。左に切れます。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。これはいけません。デッドボールです。打席には1番バッター木戸。マリーンズピンチを広げています。さあ追加点を許したくないこの場面です。はい、バッターボックスには代打の八木。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね、まあ、こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。そうですか。もう追い込んだのでいよいよ三振狙いですね。そうですね。内角を意識させます。ボールになります。レフトへ掴み、サードランナータッチアップ。サードランナーがホームに帰ってきました。ヤギきっちりと犠牲フライを決めました。マリーンズさらに二塁一塁のピンチが続きます。打ち取っておきたかった場面なんですが、犠牲フライで得点を与えています。終盤だけにここは抑えておきたかったですよ。
この犠牲フライで追加点を奪われています。さあそしてバッターボックスには和田入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがなおもピンチが続きます。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきますから、ここは一度引き締めてほしいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスには代打の大山。マリーンズこの回追加点を許しています。小宮山さん、ここで逆転されるときついですから、なんとか踏ん張ってもらいたいですよね。そうですね、ここで点が入るかどうかゲームに大きく影響しますよ。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。ストレート打っていった、これは大きいぞ。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。左中間深々と破っていった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン、タイガース追加点、8対3。マリーンズなおもピンチが続きます。この場面代打にタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあこれ以上追加点を奪われるときつくなりますんでね、まあ、踏ん張りどころですかね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。はい、ここでタイガースダイソーを送ります。糸原がセカンドランナーに入ります。打順はトップに帰って真由美。まあマリーンズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。ファウルです。これもアウトコース。まあそうですね、打ち取れる可能性が高いわけですから積極的に攻めてもらいたいですね。さあ2ストライク追い込みました。打った、この打球は落ちるか、どうだ、レフト弾く、それを拾ってバッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。高め打ちました、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、9対3。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは DH バース。さあまず1球目打ちました、いい当たりだ、下がっていく下がっていく、ぐんぐん入りました、ホームラン、スリーランホームランが出ました。マリーンズ痛い一発を浴びています。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。12対3。十分警戒はしていたはずですがここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたいですよね。ええ、ここは慎重に行きたいところ。打ちました、ショート取った、ツーアウトになりました。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番バッターは5番オマリー。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。打った高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは2塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。甘いコースでしたが見送っていきます。打ちました、高いバウンド、藤岡一塁送球します。これが今シーズン100本目のヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そう、切りました、ファールボールです。またファウル、外れました、ボールです。打ちました、
センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これがチーム20本目のヒット。ノーアウトランナー、ここでタイガース代走を送ります。亀山セカンドランナーに入ります。亀山セカンドランナー、亀山背番号00。甘いコースでしたが見送っていきます。ナイスボール。外のストレート空振り、力のあるボールでした。ここはあっという、ストレート打った、セカンドの左取った、一塁送球、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター真由美、さっきツーベースを放っていますからね、ここはより慎重にいってほしいですね。スタンドに入ります。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打順は2番、松永、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。デッドボールのランナーが出て三塁一塁となっています。低めの変化球でカウントを稼ぎます。3球目は何で来るか、いい当たり、ぐんぐん伸びる、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、中継にボールが送られる、ファーストランナーサードキャンバスも蹴った、ホームへ、ファーストランナーもホームイン、タイガース追加点を挙げました。14対4、マリーンズさらにピンチが続きます。バッターボックスには指名打者のバース、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、真ん中打った、ボテボテ掴んだ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。バッターボックスは4番、石峰、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー三塁です。インローボール、掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回タイガース2点を追加しています。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。ホームで迎えての初戦でしたが、小宮山さん、残念ながら黒星スタートとなってしまいました。これはね、やっぱ痛いですよね。どうしても何がなんでも最初の試合勝ちたかったはずですから、かなり痛いですね。そうですね、そんな残念な空気がこのスタジアム包んでいます。勝った。ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。セパ交流戦、千葉ロッテマリーンズ対阪神タイガースの2回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エースを出しているという以上、この試合絶対に負けられませんね。エースで負けるとチームの流れが悪くなりますから、今日は絶対勝ちたいですよね。そうですね、エースの好投に期待しましょう。まずはマリーンズのエース涌井が ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。
真由美打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。高めの変化球から入りました。さてバッターの真由美、どういうバッターなんでしょうか。まあ、まさに率も残せるホームランバッターって感じですかね。ああそうですか。低めは外れました。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば先制、そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。タイガース、マリーンズ初回いきなり先制弾を浴びました。マリーンズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。先頭バッターにホームラン、痛い一発となりました。バッターは松永。マリーンズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやられてますから。打った、ライトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトオーバー。バッターランナーは二塁到達。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあマリーンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。うん、そうですよね。まあ得点圏でよく打つバッターですから、投げるコースは間違えないようにしたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。まずは見送ります。ワンボール、これが2球目。外の低め、外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール、打ちました。藤岡一塁へ、アウト、ワンアウトです。さあそして打席には石峰入ります。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、滑り込んだ、サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。2対0になりました。マリーンズこれで2点ビハインドとなりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を許しています。まあもう少し長打を警戒して組み立てをしてもよかったでしょうね。この犠牲フライで追加点を奪われています。バッターは注目のルーキーオマリー。マリーンズ初回から相手打線に捕まっています。ファウルになります。2球目打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。涌井が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース値千金のホームランが出ました。2回表に入ります。タイガースの攻撃、バッターはアリアス。さてマリーンズの先発は涌井、今日が10試合目の登板です。前回の登板は7回3分の2を投げて自責点4、内容的には今一つだったんですが、打線に助けられて勝ちがついています。さあ2球目は何か。あー、いいボールでしたけどね。外の変化球わずかに外れました。低めの変化球です。インサイド、弾き返した打球はセンターへ、ここはフライになっています。センターが取りました。バッターは注目のルーキー木戸。涌井、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。インハイ空振り、窮屈なスイングになりました。ノーボールツーストライクです。打った、レフトに強い打球、レフトをバックする、バックする、スタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには亀山入っています。彼はしっかり抑えておきたいですね。さあ一打勝ち越しという場面、主導権を取られたくないんでね、なんとかしのぎたいですね。なるほど、そうですね。外のボール打っていった、
一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。これはバッテリー助かりましたね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。初球の入りは気をつけた方。これも初球打ち、高いバウンド、一塁アウトでスリーアウト。勝ち越しのチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対2同点です。こちらが先ほどの配球になります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。バッター見送りました。ボール先行です。打ちました。ピッチャーゴロです。ショート取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスには2番松永。前の打席はシュートをうまくさばかれたんでね、使い方は注意したいですよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。打ちました。セカンド取る、アウト。2アウト。バッターは今日 DH に入っているバース。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。ファウルになります。打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、ミッキー。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番石峰。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。この球は外れています。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ仕留められるか。変化球で空振りを取ります。最後はバットに当てさせませんでした。ランナー出ました。里崎さん、序盤での失点です。ただエースですからまだ期待は持てそうですよね。まあそうですね、まあこっからでしょうね。ただこれ以上点をやると厳しくなってきますからね、しっかり投げてもらいたいですね。はい、エースらしい投球に期待しましょう。インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。インサイド落ちました。ヒットになりました。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスは6番アリアス。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が2球目。非常にブレーキが効いたボールです。これが3球目。低め決まってストライク。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには7番木戸。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。引っ張った。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあそして打席には亀山入ります。また嫌なバッターですから、バッテリーも気が抜けないですね。さあ勝ち越しは防ぎたい場面です。変化球打った、セカンドの右、抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。バックホームする、セカンドランナーホームイン。タイガース勝ち越し、3対2。マリーンズなおも三塁一塁のピンチ。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。ここで離されたくないですからね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、
コースに気をつけてストライク先行でいきたいですね。真ん中のボール打っていった、高い打球、この打球はフライになっています。掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには真由美入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。まあここはこのまましのぎ、また初球ファーストランナーセカンドキャンバスを蹴った、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点、4対2マリーンズ、さらに三塁一塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。ええ、まあそしてこの場面相手が勝負強いバッターですから甘いコースは特に禁物ですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。松永バッターボックスです。変化球打った、ボテボテのファーストゴロ、抑えた、そのまま一塁に入ってスリーアウト。しかし5回の表にゲームが進んでいきます。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバース、先ほどの打席は内野、真ん中打ちました、ファウルになります。この球は落としましたが決まりません。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。5対2ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。ライトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。試合中盤徐々にリードを広げられています。4番バッター石峰、マリーンズこの回追加点を許しています。初球打ち、この打球はフライになっています。藤岡抑えてワンアウト、打席には5番バッターオマリー。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。藤岡ツーアウトになりました。バッターのアリアス、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮で打ちました、高いバウンド取った、これで6試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。7番バッター木戸、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなる。打ちました、左中間に強い打球、レフトセンターバックする、バックする、フェンス直撃、バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン40本目のツーベースヒットということになりました。さあそして打席には亀山入ります。さあ追加点は許したくないところ、ここはしっかりしのいで反撃を待ちたいですね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。ここもファールです。ここは見ます、打ちました、レアード一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。これから6回タイガースの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。9番バッター和田、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。マリーンズビハインドで迎える6回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。まあ攻撃陣が追い上げてきてくれてるんでね、我慢のピッチングが必要でしょうね。そうです、アウトコース打ちました、ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。今画面に出ているのが先ほどの配球です。バッター打球はレフトへ、ここはフライになっています。清田が掴んでツーアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。
まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。高めのボールワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁、バッターは DH バース。先ほどの打席でソロホームランを放っています。走ってきた、インサイド打ち上げました。打球はライトへ、この打球はフライになっています。三毛が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5対7回の表。里崎さん、すでにエースがノックアウトされた形になってますが、少しファンとしては残念ですよね。まあそうですね、ただまだ分かりませんし、まず打った左中間に大きな打球、この当たりはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。石峰ヒットが出ます。ノーアウトランナー二塁です。甘い球を狙われました。ツーベースヒットとされています。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。さあそしてバッターボックスにはオマリー入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上点はやれませんから、なんとか踏ん張ってしのいでほしいですね。なるほど、そうですね。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。右中間へ持っていった、これは大きいぞ、綺麗に破っていった。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。6対4になりました。マリーンズなおもピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。甘い球をねミスショットするようなバッターじゃないですからね。終盤で大きな追加点を奪われました。さあそして打席にはアリアス入ります。さあなおもピンチの場面、これ以上離されると厳しいですから、なんとか切り抜けてほしいですね。初球打っていった、ここは打ち上げています。抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。一球で済んだのは大きいですよね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。その警戒すべき軌道、打席に入っています。ジャストミート、面白い当たりになった。このフライはどうだ、落ちる。セカンドランナータッチアップ、2アウトランナー3塁と変わります。ランナー進めてきましたね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。初球打ち高いバウンドになった、ファーストが抑えた、そのまま入って一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回タイガース1点を追加しています。これから8回タイガースの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。背番号2、バッターボックスは9番和田、今日はまだ当たりがありません。マリーンズ同点で迎える8回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。まあ、とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、入った、ホームラン、勝ち越しのホームランです。タイガース、これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ勝ち越しを許します。7対6、ここで一発を浴びてしまいました。この回1点ビハインドに変わります。レフトスタンドに運ばれてしまいました、ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。この終盤でリードを奪われます。この真由美、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、文句なしに絶好調ですね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。2球目打ちました、ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。取ってワンアウトです。バッターは2番松永、前の打席はしっかり捉えてましたからね。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね、ワンアウトになっています。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。
里崎さん、ちょっと打たれすぎですよね。そうですよね。まあ相手打線の調子もいいと思いますけど、バッテリーは立て直しが必要でしょうね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ファウルになります。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば貴重な追加点。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。8対6。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。終盤で大きな追加点を奪われました。バッターボックスには指名打者のバース。マリーンズ継投策が裏目に出たか、同点にしてもらってすぐ勝ち越しを許しています。打った。これもいったか。伸びていく。どうだ。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。9対6。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。終盤で大きな追加点を奪われました。バッターボックスは4番石峰。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。マリーンズ継投策が裏目に出たか、同点にしてもらってすぐ勝ち越しを許しています。打った。センターに大きな打球。センターバックする。スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあここは警戒です。先ほどのタイムリーの結果、これが1球目。これではバットが出ません。ストライクです。低め打った。ボテボテの当たり。セカンド取った。一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあそしてバッターボックスにはアリアス入っています。さあツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。レフトへワンバウンド。ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース追加点。10対6。マリーンズもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点になるかもしれません。バッターボックスは7番木戸。マリーンズ継投策が裏目に出たか、同点にしてもらってすぐ勝ち越しを許しています。セーフ。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。引っ張った。取った。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。10対6。はい、これから9回タイガースの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。ブランドンが4番手としてマウンドに上がります。里崎さん、ここまで大きく失点しましたが、最終回こそピシャッと抑えたいところですよね。こういう展開になるとちょっと雑になりがちですからね。だからこそこれから9回タイガースは代打を送ります。バッターボックスには代打の八木。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターボックス和田。先ほどの打席では勝ち越しとなるソロホームランを放っています。いやー、あのホームランは痛かったですよね。はい、打ちました。レフトオーバーのヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン30本目のツーベースヒットということになりました。内のボール打っていった。
ショートフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でこのピンチは空振り三振。セカンドランナーは残塁に終わっています。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。里崎さん、エースの先発だったんですが残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあそうですよね。明らかにいつもの調子ではなかったんでね、次回までにはしっかりと調整してもらいたいですね。そうですね。次は生まれ変わった投球見せてほしいと思います。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。